ノーセット灯台はアメリカ合衆国マサチューセッツ州イーストハムにある灯台。高さ48フィートで外反には中鉄とレンガが使用されている。1877年、チャタムに2台の灯台の一つとして建設された。1923年、もう使われなくなった3つの小さな木製灯台からなるスリーシスターズ・オブノーセットと置き換えられ、イーストハムに移転した。 これらは、ノーセット灯台の1000フィート西の狭い敷地にある。ノーセット灯台の本体はもともと白であったが、1940年代、上半分を赤で着色して特徴ある灯台となった。1955年、光は自動化し、灯台種の家は売却された。オリジナルのフレネルレンズは外されたが、ケープコート国立海浜公園のソルトポンド観光案内所に展示されている。 1990年代初頭、海岸侵食のためノーセット灯台は70フートの崖から50フィート未満しか離れていなかった。1993年、沿岸警備隊は灯台の閉鎖を計画した。市民の激しい抗議により、非営利団体ノーセット灯台保存会が組織されて、資金が集められ、1995年、沿岸警備隊と賃退借契約を結んだ。 組織は1996年11月に当時がけから70フートしか離れていない当初の場所から336フィート西に灯台の移転を計画した。同年初頭により大きなハイランド灯台を同じくらいの距離を移転したインターナショナルチムニーコーポレーションにより移転は成功した。1998年、1955年から 東大主の家を所有していたメアリー・ドーベンスペックは、アメリカ合衆国国立公園局に25年間の居住権とともにこの東大主の家を寄付した。当時崖から23フィートしか離れていなかった当初の場所から移転した東大のそばに移転し、1998年10月に完了した。ほぼ同時期に沿岸警備隊は東大を国立公園に寄付し、 ノーセット灯台保存会は民間としてその保全に当たることに同意した。下記にはケープコット国立海浜公園の観光客がツアーに訪れることができる。この灯台はケープコットポテトチップスのロゴに使われている。1987年ノーセットビーチライトとしてアメリカ合衆国国家歴史登録罪に認定された。ありがとうございます。